はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、シリウスです。ところで今回は、コープレイから学ぼうの2段目ということで、前回の、コープレイから学ぼう第1弾の続きとして新しく第2弾をやっていきたいなと思います。で今回の第2弾は、今ね自分がツイッターの固定ツイートにしてる、キアの 1v4 勝っちゃいけないシリーズ、キアの 1v4 という、まあ、そのねクリップから、解説していければなと思います。でこのシリーズではね、そのコープレイ、自分がウォーゾーンで取ったコープレイを元に、そのねコープレイが一体どういう要因で、まあ、そういう結果になったのかっていうのを、詳しく、まあ、分解していって解説していくような内容となっております。まあ、少しでもね、あの皆さんの、まあ、ウォーゾーンの知識だったりとかプレイのね参考になるようなものになればなっていうふうに思ってるので、もしよければ最後まで見てってください。前回と同様で実際のプレイを見てから、その後ねそのプレイの解説をしていこうかなっていうふうに思ってるので、まずは、プレイの方どうぞ。いやそれなやっぱてかこれスティムじゃねえし俺なんで。バンジーか、よし。お前だけでもー、うん、おぉ、嘘、オーマイガー。はい、まあなかなかねえぐいクリップだと思うんですけど、今のねクリップから解説できるものをどんどん解説していこうと思います。最初なんですけど、これ複数人数、まあ、1v4、ということで複数人数やるときに一番大事なのって最初誰を落とすか、で最初誰を落とすかなんですけど、それは一番無防備な人ですね。まあ、一番分かりやすいのは逃げられない人、その遮蔽物がなくて、まあ、この敵のように逃げられない敵をまず倒して、そこから人数をねどん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 減らしていくっていう、まあ、自分はねそれを大切にしてます。でこれで、1人倒したので、まあ、残り3人で、残り3人をどうやっていくかって感じなんですけど、UAV とかね出てるんですけど、ここだとねあの邪魔がかかってて、あの何も見えないってことで、あの近くにいたもう一人の敵を探しに行ってます。でジャンピークで、うまいこと見つけて、それで、決め打ちしながらですねこれで撃って、それで激浪まで追い詰めます。でそっから、スライディング入れてこの敵をまず、倒すこと、あの大事なのって本当にあの弱ってる敵をできるだけ倒す、そのアーマーフルな敵がもう一人来ても弱ってる方をなるべく倒す方が後々ね効率がいいんで、まずはねそれを狙ってるって感じです。でこれでうまいこと倒せたんですけど、ここで2人見えました。なので一瞬隠れてからスライディング入れて、もうここだとね、あのこの場面だともうこのプレイヤーを倒して、あもういいやっていう感じですね、あの内心は。ただワンチャン逃げれたんで注射器を刺して、アーマーじゃない分だけ回復して、そっからスライディングの数値で、そっからさらにもう一人ワンチャンかけるために、横にスライディングしながら、ジャンプでフィニッシュ、そんな感じとなっております。でオンマイガーですねまあここでのね注意点なんですけど、やっぱり2人同時に相手した瞬間あったと思うんですよ。そのダウンした敵の格殺を取ろうとした瞬間にもう一人が詰めてきて、で自分が体力ローになってしまったシーンあったと思うんですけど、やっぱり二人同時っていうのはなかなかあの自分でもね結構辛いものがあって、その大事なのが 1v1 を繰り返すこと、まあ、これは他のゲームとかね、まあそれこそ競技シーンとか COD の競技シーンでも言えるんですけど、 1v1 を繰り返すっていう重要さが半端なくありますね。ウォーゾーンは体力もね少ないのもあの重なってて、あの2枚同時にその自分とその相手2人が同時に撃ったら、まあまず無理なんですよ基本的に。できるだけ遮蔽物を使ったり、まあ、さっきみたいにねあの一瞬隠れてあの壁とかねうまいこと使ってからキャラコンで、撃ち合いに行ったりとか、あとは先にあの落とせそうな敵を落としておく、そういうね動きが大切になってきます。あと大事なのは厳しい状況だなって思ったら逃げることですね。まあ、今回はねその逃げられない状況だからなおのこと戦ったんですけど、もしね逃げられる状況だったらあの逃げた方が絶対いいです。まあ、そこら辺のね見極めはねあの最初は大変だと思うんですけど、まあ、そういうのをあの例えばね最初2枚2人を相手にして戦ってみてとか、3人をして戦ってみてっていうのをどん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 繰り返すうちに、自分の中であ
こういう感じに戦っていくといいんだっていう、複数人数相手するときはこういう感じで、自分だったらこういう風にやるといいんだろうなみたいなっていうのがどん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 分かってくるようになるので、まあ、まずはね無理しないで4人からとかじゃなくて、例えばねデュオをプレイしてみてとか、そのデュオをやっててその2枚をまず、やってみる。でその2枚がだん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 安定してきたら3枚、そこから4枚、まあ、クワツですね、まあ、そこら辺のねステップアップというかその攻略っていうのは、自分もその最初のねウォーゾーンやってた頃はかなり苦戦したんですけど、やっていくにつれて、ああもっと今の瞬間逃げるべきだったとか、一瞬ここアーマー負けたなみたいなっていうシーンがね、どん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 自分の中で分かってくるんで、シンプルに考えるとね、一人で二人以上倒すっていうのはね、普通に結構えぐいことをやってるんですけど、まあ、それができるとねウォーゾーンめちゃくちゃ楽しめるようになるんで、まあ、ちょっとずつでいいので成長していくように頑張っていきましょう。はい、ということで今回の、コープレイから学ぼう第2弾、まあ、複数持っていくことについてかな、まあ、以上となります。いかがだったでしょうか。複数持っていくのってね、まあ、自分も未だに大変なことなんですけど、ただね今回解説したこと、まあ、考え方だったりっていうのは自分がいつもね感覚的にやってることというか、まあ、喋りはしないんですけど、まあ、普段こういうことを考えてやってるよっていうものを、ね、紹介させていただいたので、ウォーゾーンでも、まあ、マルチでも、まあ、他のゲームでもそうですけど、とりあえず複数人数倒していきたい、まあ、2枚でも、まあ、3枚、まあ、4枚いろいろあると思うんですけど、まあ、そのね参考になったら自分はめちゃくちゃ嬉しいです。ところでこれにて終わりたいなと思います。最後にね、よければチャンネル登録だったり高評価など、まあね、この動画が参考になったよって方は高評価などしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひともよろしくお願いします。またね好評だったら第3弾第4弾って続いてやっていこうと思うので、まあ、ぜひともね今後ともよろしくお願いします。それではこれにて終わりたいと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。バイバイ。Escape from this unloved, 'cause I'm